4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートする広瀬アーリス主演の月9ドラマ「366日」のポスタービジュアルが公開された。写真「366日」出演が決定した長濱ねる×坂東亮太×綱系と本作は HY の楽曲「366歌」の世界観に着想を得たオリジナルストーリーで高校時代に実らなかった恋を叶えようと再び動き出した男女が。 予期せぬ悲劇に直面しながらも愛する人を思い続ける壮大な愛の物語脚本を手掛けるのは「最愛」t「t b s 系リバーサルオーケストラ」「日本テレビ系」「連続テレビ小説」「エール」「NHK 総合」などの清水友香子「義母と娘のブルース」シリーズ「t b s 系ジンジンシリーズ「t b s 系ルーキーズ」シリーズ「t b s 系 などの平川雄一郎が監督を務める。本作の主人公、雪平明日香、広瀬アリスと高校時代の同級生、水野春と前田ドンは、初めて出会った高校2年の時にお互いのことが好きなまま、高校卒業後は離れ離れに。28歳となった現在、同窓会で再会し、高校時代を振り返る中で、お互いの本当の気持ちを告白し合い、 12年越しに交際することに。完成したポスターは、今まで抱いていたお互いの思いを素直に告白し合い、気持ちがつながった2人が、新たな恋を歩み出す多幸感あふれるワンシーンを切り取ったビジュアルに。第1話で描かれる飛鳥とハルとの高校時代のすれ違いや複雑に絡まった糸が徐々にほどけていく現代のパートがどのように進んでいくのか。また劇中の音楽を あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。シリーズ、マザー、日本テレビ系、などの音楽を手掛けたアーティスト、レメディオスが担当することが決定した。カノうゆうた、プロデュース、コメントレメディオスさんは以前、あの花、の実写版の際にご一緒させていただきました。それ以前に手掛けられていた映画やドラマの音楽も大好きでずっとレメディオスさんのサントラを聴き続けていました。 絶対にまたいつかご一緒させていただきたい、と強く思っておりまして、今回お願いをしました。お引き受けくださって感謝感激しております。また、初めてお会いした時に色々とお話をさせていただき、すぐにこのドラマの伝えたいこと、大切にしていることを理解してくださって、すでに作り始めたラフ音源を少しだけ聞かせてくださったのですが、そのクオリティに圧倒されました。主題歌の 366日以外にもぜひレメディオスさんが作る音楽の世界観も堪能していただけたらと思います。ポスターはドラマ366日のキーになっている光を感じられるものにしたいと思いました。また背景は第1話でアスカとハルトの2人にとって重要なシーンである場所をイメージしています。 きっと物語が進んでいくたびに毎回ポスターの見え方が変わると思いますので、ドラマ本編を見た後にもポスターを見ていただけましたら幸いです。